今朝なんですけど、今今日これからこれを食べていきたいと思います。マジで激辛なやつ。噂によるとプルダックポックミョンより激辛だそうです。これとあと昨日ファミマで買った、サテのおにぎりを一緒に食べていきたいと思います。ちょっと新しく来た隣の部屋の人、なんか部屋から規制が聞こえるんですよね。ちょっと不安なんですけども、向こうに行ってお湯を沸かして朝ごはん食べたいと思います。作り方書いてありますね。袋取り出してお湯入れて後からその小袋戻すみたいで、中身はちなみにこれミーゴレです。焼きそば。海外のカップ麺ってみんなこういう感じでフォーク入ってるのかな。これ2つとも後から、これにネギとか入ってたら違う。こう麺だけで見たら至って普通の麺です。ちょっとボロボロが気になるけど、これ賞味期限じゃない。ここに2019年8月31日って書いてあるけど、賞味期限。はい、というわけで無事にお湯を入れてきました。で、水道水を使わずに買ってきた水を毎回使ってお湯にするんですけど、このカップ麺にちょうどいいぐらいぴったりの量をケトルに入れることに命をかけてます。でですね、厳重に袋に入れているのがおにぎりなんですけど、なんかおにぎりって冷蔵庫に入れるとパッサパサのカチカチになるんですよ。その経験があるので2枚、ビニール袋2枚重ねして見たんですけど大丈夫かな。でですね、お湯を入れた後のこのカップ麺、前も思ったんですけど、このカップ自体がプラスチックなんですけど、すごく持つと熱い。3分待ちます。あとですね、激辛対策として、本当はサンドイッチと一緒に飲むように買ったんですけど、牛乳加藤茶がいますね、このマンション。でですね、このコンドミニアムの Wi-Fi で動画が上げれるということが分かりまして、私ずっと動画をアップロードするときにアップロードしながら他のツイッター見たり他の SNS 見ながらアップロードを家だとしてたんですけど、なんかこっちだとそのアップロードしてる画面から離れちゃったり、あとその画面が時間が経って暗くなっちゃうとアップロードエラーになっちゃうんですよね。なんでか分かんないですけど、だから画面が暗くならないように設定して、でずっとその画面に しとけばすごく時間はかかるんですけど動画はアップロードできました。はい、というわけで3分経ったのでお湯を捨ててくるんですけど、なんか点線がここに書いてあるんですけど、このちょっとだけを蓋を開けてってことかな。じゃあちょっとお湯捨ててきます。なんかトイレとシャワーの、シャワールームドア開いてるんですけど、いろんな他の部屋の人の他の家の人の生活音が聞こえてきて、今日みんなくしゃみしてるんですよね。多分空気があまりよろしくないからなのかな。みんなくしゃみがキシみたいな感じですね。はい、こんな感じ。道民の人がこの焼きそば作る時のお湯を捨てるのはちょっと心苦しいかもしれないんですけど、ではこの粉、どっち避けるかな。粉避けるかな。あ、辛そうですね。辛いね。でも本当に辛いやつって赤じゃなくて黒ですよね。一回これを混ぜて、なんか本当隣の部屋からなんか変わった笑い声がするんですよね。あ、トムヤムクンヌードルと全く同じ匂いしますね。なんでだ。はい、
じゃあこの、あ、黒いわ。この黒いソースと、あ、なんで蓋の上で温めなかったんだろう。ラー油みたいのかけていきます。これはちょっと、これは辛いやつのソースだ。黒い。特に具はないですね。ほんと麺とソースだけ。あとこのラー油。ラー油かわかんないですけど。でも辛いソースなんだろうな。わからんけど。これはさすがに辛すぎてアリたちも寄ってこないと思うんですけど、どうだろう。はい、では食べていきたいと思います。まずね、このサテーおにぎり、マレーシア料理で、焼き鳥みたいなやつがあるんですけど、サテーっていうなんか辛いソースにつけて食べるものなんですけど、それが具に入ったおにぎりです。ファミマ他にもここでしか売ってないようなおにぎりがたくさんあって、あと何があったっけな、そばも売ってたんですよね。そばのお弁当。はい、ではチキンサテーおにぎり。あれ、お米多分普通にタイ米ではないですね。細長くない。いただきます。うん、ちょっとまだごうちゃんと食べてないんですけど、なんか味噌ちょっと甘くして、ちょっと海外風味がする味がします。では問題の激辛ミーゴレン行ってみます。これの辛さ予防のためにもおにぎり残しとかったんだけど、結構食べちゃった。はい、では行ってみましょう。どんだけ辛いのか。いただきます。あー辛っ。うーん、辛い。あー、これは辛いわ。うん、あ、でも食べれなくない。多分食べ終わる頃には死んでると思うんですけど、全然思ってた以上にそんな、うん、でもこれ多分食べ終わる頃には死んでますね。むしろおい、おいしいよ。もうカラー、もう口の中カラー。うん、味も確かにミーゴレン、うん、さっきの香り嗅いでトムヤムクンみたいな、トムヤムクンヌードルみたいな匂いするなと思ったんですけど、味もなんかトムヤムクンヌードル、ちょっと待って、辛っ、汁なしトムヤムクンヌードルみたいな味ですね。辛っ。少ない気もしますね。辛っ。はい、これ辛い通り越して痛いですね。辛っ。これ多分食べれるとしても後で内臓が大変なことになりそう。辛っ。でもこのカップ麺大体どこのお店行ってもあるんですよね。コンビニもスーパーも。うん、辛っ。どのソースが辛かったんだろう。粉末なのか。いや、でもあの黒いやつだよな、きっと。
これがメーカー名なのかな、マッチ。全然ネギ入ってないんですけどね。辛っ。ほっとり辛いと腹水が勝手に垂れてくるんですよ。俺私が見たネットの情報だとペヤング激辛エンドよりも辛いってあって、最初食べた感想はいやいけるかもって思ったんですけど、やばいですねこれ。あーもう口、舌、喉、全部痛い。おにぎり美味しい。お米も日本のお米なのかな。でこのサテが甘いです。甘い味付け。痛い。なんかもうアルコールを口に含んでそこになんかライターで火つけたみたいな感じ。熱っ。痛い。ちょっと牛乳飲みますねこれなんか体調おかしくしちゃうやつだ。そして牛乳パックが開かない。これやばいやつだ。普通の牛乳の味しない。変に甘い気がする。なんか調整してる牛乳じゃないか。なんか日本の牛乳と違う味しますね。ちょっと海外の風味がする。なんか口の中が忙しい。これは多分完食したら具合悪くなりますね。海外の人ってこうやって食べてるイメージ。あかん。最初食べてる最初はいいんですけど、時間差で燃えてくる。おにぎりが合う。あかん。でもなんとなく雰囲気美味しいから食べ進んじゃうんですけど、これ全部食べたらあかんやつですね。今日具合悪くしちゃうやつだやっぱり毎回思うんですけど、あもうお腹が熱い。辛いカップ麺ってなんか美味しいんですよね。あもう口が。よくこういう辛い麺とかに注意書きで、心臓に弱い方はとか、妊婦の方はとか、食べるの気をつけてくださいみたいな注意書きあるんですけど、これは本当に下手したら死んじゃうレベル。あと一口半ぐらいなんですけどやめときますもうすでに胃が燃えるように熱い。多分やばい。でもねやっぱね印象としては美味しかった。でも全部食べたら本当にやばいやつです。以上、マレーシアの激辛ミーゴレンのカップ麺食べたよという、あとファミマのおにぎりすごく美味しかったよという動画でした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またどうも。